Good afternoon, everyone. Welcome. 皆様、こんにちは。本日は第3回 CSIS GRIPS RSIS のウェビナーへようこそ。私は道下と申します。私は GRIPS にて安全保障国際問題を教えております。本日は司会を務めます。このウェビナーは3つの研究施設、研究所によって共催されております。インドネシア戦略国際問題研究所、ないしは CSIS、そして日本の GRIPS 戦策研究大学院大学、そしてシンガポールはラジャラトナム国際学院 RSIS。による共催です。今回のウェビナーは英語で行われますが、日本語への同時通訳も使うことが可能です。日本語で聞きたい場合は下のインタープリターというボタンを押してください。そして日本語チャンネルを選んでください。いつでも日本語と英語の言語を切り替えることが可能となっております。それではグリップスの田中学長をお呼びしたいと思います。Good afternoon, ladies and gentlemen. 皆さん、こんにちは。政策研究大学院大学を代表しまして、皆様を歓迎申し上げます。CSIS GRIPS RSIS 共催ウェビナーにようこそ。GRIPS としては大変光栄であります。本日のウェビナー、インド太平洋地域におけるサプライチェーンの強化で、パンデミック後の時代において経済成長を目指してというセミナーを開けることを嬉しく思います。今回は3つの研究機関の教材で行います。穏健4大使ネットワークを支持していただいているということを、ウェビナーの実現に ご尽力いただいたことを感謝申し上げます。世界はまだパンデミックの真っただ中にあります。まだまだ不確実性が高まりつつあります。いつ正常に戻るのか、そして安心なワクチンがいつ提供できるのかもわからない状況です。しかしながらショックの初期の時期はもう終わったように思います。今の時期はどのような力学が今現れつつあるのか理解しなければなりません。パンデミックが当初大きなショックを与えたわけでありますが、これらの力学のさまざまな要素を理解しつつも新たな要素が出てきて、それがますます事態を複雑にしております。地政学的な要因、そして未曾有の財政出動、そしてこの超極端な金融緩和の中、状況がどうなるのかもわからない状況にあります。しかしまだまだ我々危機的な状況にあるということで、インド太平洋地域におけるサプライチェーンの強靭化を強化する、パンデミック後の時期において経済成長を目指す上で、これは今不確定要素が多いからこそ考えなければならないテーマではないかと思います。最もふさわしいスピーカーである浦田修二郎先生をお迎えできて大変嬉しく思っております。さて登録をされた参加者を見ておりますと、多くの専門家有識者の方々が混じっているということを嬉しく思います。今後活発な議論ができることを期待しております。それではウェビナーを楽しんでください。重ねて皆様を歓迎申し上げます。田中教授、どうもありがとうございます。今年の春以降、コロナによってサプライチェーンの脆弱性があからさまとなりました。それに加えてアメリカは追加的なステップを取ることによって
米中経済の分断を図っております。それに対しての対応として企業や国々は現在サプライチェーンを再構築することによって目まぐるしく変化する政治と経済に対応しようとしております。本日は3つの課題に取り組みます。まず1、どのようにコロナによってサプライチェーンは影響を受けたのか、そして2として企業や政府はどのようにこういった課題に対応しているのか、そして3としてどういったような政策対応が必要とされているのかです。そのために本日は早稲田の浦田名誉教授をお呼びしております。浦田教授は国際経済のスペシャリストであり、そしてグリップスと東アジア ASEAN 経済研究センターとの間の共同研究プロジェクトにおきまして主導的な役割を取られ、外国直接投資、グローバルバリューチェーン、そして経済成長についての研究を先導されました。こちらは現代東南アジア政策研究ネットワークの枠組みの中です。浦田教授、よろしくお願いいたします。Thank you very much, Professor.道下先生、田中先生、ご紹介どうもありがとうございます。また主催者に対してはご招待いただいたことを感謝申し上げます。今ご紹介編にあったテーマに沿ってお話をさせていただくことを嬉しく思います。それではスライドをお見せしたいと思います。田中先生の方からお話がありましたように、今日の私の話の演題はインド太平洋地域におけるサプライチェーンの強靭性の向上、ポストパンデミック時代の経済成長に向けてというトピックであります。また道下先生の方からも今ご紹介がありました、この概要についてはということで、これは飛ばしまして、まず簡単に問題の背景についてお話をしたいと思います。特に繰り返す必要はないと思うんですけれども、いかに深刻な影響をコロナパンデミックが与えているかということ、経済に与える影響だけではなく政治、社会、国家安全保障などにも多大なる影響を及ぼしております。新型コロナは経済社会活動を止めてしまったということがあります。人々の移動をほぼ制限したことによって、そういう簡単な背景を申し上げた上で3つの問題を取り上げたいと思います。これは道下先生の方からも先ほど指摘された通りであります。まずコロナがいかに経済に影響を与えたのか、特にサプライチェーンに焦点を当ててお話をしたいと思います。で、認識しつつあるのはいかにサプライチェーンがアジア派の急速な経済成長に貢献してきたのかということがあらわになってきました。そして企業や政府がどのようにコロナ派に対応してきたのか、次にお話をいたします。またこういうことをルル述べた上で、さらに後ほど皆様と議論したい点は、望ましい企業にとっての戦略、あるいは望ましい政府の政策をどう形成するのか、持続的かつ効率的な成長をインド太平洋地域で実現するためには、で議論のためのいろいろな材料を皆様に提供するというのが私の役目であろうと思います。ということで、今申し上げました2つ目のトピックに触れたいと思います。新型コロナのサプライチェーンに与えた影響ということですが、まずサプライショックから始まりました。新型コロナウイルスが中国の武漢で発言をしまして、それが武漢のロックダウンにつながりました。人々は家を出ることができない、工場も閉鎖された、企業も閉鎖されました。それが生産の中断停止
音を招き、さまざまな製品の供給不足が見られました。2つの種類の製品を見てみたいと思います。まずは部品であります。最終製品、例えば自動車や電子製品などの組み立てに使われる部品や部材が一つ。もう一つ取り上げたいのは最終材であります。で、特にマスクですとか防護具、医療用の手袋や機器といったような個人の防護具であります。これは新型コロナに対応するために必須の製品であった。こういう最終材に触れたいと思います。これは慶応大学の木村福成先生から借りたグラフですが、これを少し修正しました。これは本当に基本的な点だと思うんですけれども、サプライチェーンがどう移り変わってきたのか、細分化される前に、生産プロセスが細分化する前には一箇所で製造がすべて行われていたわけです。いわゆる、統合された一貫性のある一箇所での生産ということだったんですが、その後サブプロセスというのが見られるようになりました。そして国の中のさまざまな場所、あるいは地域のさまざまな国で行われるということです。とりわけ東アジアにおいて。で、こういった生産ブロックはサービスリンクでつながっております。これが80年代の後半から90年代にかけて実現してきました。あるいは21世紀の初めにかけて。そしてこのことが非常に効率的な生産システムを実現することにつながったわけです。それがこの地域の急速な経済成長に結びつきました。これは先ほども申し上げた通りです。さて、新型コロナが発生をした。これによってこういった生産業務、この生産ブロックの業務が停止してしまいました。そしてそのことが他の生産ブロックの業務も停止されるということにつながっていったわけです。それが新型コロナが地域全体に広がったその結果として大きな生産の落ち込みにつながったわけです。この図はまた後ほど触れたいと思うんですけれども、簡単に申し上げますと、一部の企業は多元化、多角化をしようとしました。生産ブロックをつなげて新しいルート、新しいチャンネルを作ろうとしたわけです。この問題を克服するために新型コロナによって中断した生産を再開するために。それでは次に、新型コロナがどのような影響を生産に与えたのか。まずこれはサプライショックですけれども、先ほど申し上げなかったかもしれませんが、新型コロナのパンデミックはまず最初にサプライショックを引き起こし、その後デマンドショックも引き起こしたわけです。で、ここはまずサプライショックの側、すなわち生産サイドの状況を見ております。このグラフは日本における自動車生産の台数を見ております。大きく落ち込んでいることが分かります。今年の4月5月については、これは一部には部品が中国から入ってこなくなったということが原因であります。で、こちらのグラフですけれども、日本の中国からのマスクの輸入を表しております。これは月次のデータというのはちょっと見にくいかもしれませんが、傾向はお分かりになるかと思います。下がってきている、落ち込んできているということです。で、マスクが大幅に不足した、日本だけではなくアジアの各国においても同じではなかったかと思いますけれども、それが社会不安につながっていきました。このグラフは
グローバルな影響を見ています。これは自動車生産を見ております。ちょっと申し訳ありません。グラフを見やすくしようとしてるんですが、このグラフは自動車販売台数をアメリカ、中国、そして西ヨーロッパについて見ています。で、日本と同じように自動車の販売台数は急激に落ち込んでおります。今年の初めに新型コロナが発生して、あとのことですが、サプライショックに加えてデマンドショックが起こりました。サプライショックは所得の削減に結びつき、消費や投資も下がる、国際貿易も下がるという現象が見られました。今非常に難しい時期を経ていると言えるでしょう。大きなデマンドショックが起こっているからです。将来が非常に不安である。コロナによって経済、政治の分野においても不透明性があるということは、消費や投資が不活発になる。で、これが GDP の落ち込みに結びついているということです。これは世界の航空産業のフライト数を見ております。また、購買担当部長の この見込みについても大きく下がっているということがあります。これは将来を占うのに非常にいい要素であります。これは IMF から取っておりますけれども、アジアの GDP 大きく落ち込んでおります。実質 GDP の伸び率が大きく下がっている今年の初めの状況です。そしてこちらは予測、今年の予測値、そして来年の予測値であります。タイ、日本、シンガポール、マレーシアといった国々は今年はマイナス成長になるだろうという予測であります。これほどの影響が新型コロナによってもたらされたわけです。この地域の各国経済にも。さて、次にどのように企業がコロナに対応したのかということを見てみたいと思います。ただその前に少しサプライチェーン、コロナ前のサプライチェーンを見てみたいと思います。我々が使った指標ですが、どのようにサプライチェーンに各国が参加しているのか、あるいはグローバルバリューチェーンに参加しているのかという指標を用いておりますが、輸出に占める割合を示しております。輸出のうち、どこ、外から来るのはどのくらいなのか、そして他の国の輸出の比率を見ています。数字が大きければ、その国のサプライチェーン、あるいはグローバルバリューチェーンの参加の度合いを表しております。で、予想通りシンガポールが一番高い。そしてCLM、カンボジア、ラオス、ミャンマーなどは低い数値となっております。で、多くの国がサプライチェーンないしはグローバルバリューチェーンの中に組み込まれているということが分かります。そして次に中国への依存度を見ました。一部の国の供給について、これは棒グラフですけれども比率を表しております。総輸入に占める中国からの輸入の割合を取っております。3つの種類のグループ、これはすべての輸出、すべての輸入、それから2番目が
コロナ関連の輸入、そして最後が個人防護具であります。個人用の防護具であります。いくつかの国、カンボジア、マレーシア、オーストラリア、日本などの国々は個人用防護具の輸入については中国に大きく依存しているというのが分かります。そして中国にあまりにも頼りすぎるというのはリスクが大きいと見られております。これについては後ほど議論したいと思います。ということで簡単にコロナの前のサプライチェーンの状況について説明いたしました。またさらに医療製品、医薬品の世界貿易を見ております。ドイツ、アメリカ、スイスなど先進国がトップの国々であります。また同じ国々、アメリカ、ドイツなどが同じく輸入量も大きいということがあります。ですから医薬製品、医療製品については業界内への貿易が大きいということがあります。そして個人用防護具ですけれども、中国が最大の輸出国だということが分かります。その次がドイツ、アメリカなどで、日本も入ってくるのかと思いますが、ちょっと文字が小さくて見えにくいかもしれませんが、そして医薬品ですが、ワクチンとか非常に関心が高まっております。スイス、ドイツ、ベルギーなどヨーロッパの国々が主要な医薬品の輸出国となっております。さてこちらでは次に企業や政府がどのようにコロナに対応したのかを見てみたいと思います。こちらの問題につきましては2つの方法で確認をしております。短期的な対応、そして中長期の対応と分けてみております。まず企業についてでありますが、企業がコロナのパンデミックに対応するにあたって、まずは在庫の取り崩しから始めました。そしてその後、念のために在庫の積み上げを図っております。そういったわけで、ジャストインタイム生産方式からジャストインケース生産システムへの切り替えが見られたわけです。企業の中には、調達先、部品とコンポーネントの調達先を変更しようとしたところもあります。既存のサプライチェーンから代替的な調達先に変えております。例えば日本の自動車メーカーは部品やコンポーネントの調達先を中国からメキシコへ切り替えて、メキシコからの輸入を始めました。そういったサプライチェーン内で変えたわけです。でまた原産も一つ、部品やコンポーネントの供給不足に対応する一つの方法になっております。こちらはジェトロが行った調査の内容を示しております。ベトナムにおきまして、日系企業に対して行われたジェトロの調査です。オレンジに示されておりますのが、もうすでに実施された施策を示しておりまして、ブルーのバーが現在検討している施策を示しています。この通り一番大きくなっておりますのが稼働率の調整となっています。企業の中にはすでに調達先の変更などになっているところもあります。しかしブルーのバーについては後ほどお話しさせていただければと思います。それでは一方、政府はどのように供給不足に対応を図ってきたのでしょうか。多くの政府は輸出を規制しました。
重要な財の輸出を規制しました。また国内生産の支援も行いました。こちらのグラフでは、輸出規制やまた禁止を導入した国の数を示しています。コロナのため設定した国や完全徴収地区の商品カテゴリー別の数です。こちらは WTO から借りた数字です。私はこれを見て驚きました。たくさんの国々が輸出規制政策を導入したわけです。輸出規制は緊急事態にはある意味許されているわけです。WTO の枠組みの中では、例えば、一時的でなければいけない、透明性が確保されていけなければいけないといった条件のもとで許されているわけですが、こういった規制施策というものは問題です。というのも、これらによってもちろんのこと、より供給不足が深刻化することにつながりかねないからです。それによって価格が上昇し、輸出規制を行うことによって、パートナーによって報復を受けてすることもあるわけです。こういったことが起きつつあります。それでは次に中長期的な対応について見ていきましょう。多くの企業は先ほど私が申しました通り、サプライチェーンの多角化を図っております。そしてこちらですね、こちらが一つの方法です。多角化です。新しいチャンネルを設定するということです。このブルーのバーは多くの企業が現在調達先の変更ないしは拡充を検討していることを示しています。とは言いつつも、先ほど触れませんでしたが、こちらはこのように対応した企業の割合を示しております。 15% とかそれぐらいの数字になるわけでして、より多くの企業が実際はこちらのカテゴリーに当てはまらないかと実は想定していたんです。どのようにこちらを理解するのか。多くの企業が今のところコロナ対応については検討していないと。元に話を戻しますが、彼らはこれまで取ってきた施策、例えば調達先を変更したり、ロジスティックスのシステムをレビューしたり、もしくは財源材料や部品を変えたり、そういったような施策を持って企業はこの問題に対応しようとしているわけです。この点については先ほど触れました。企業の中には活動の国内回帰を図ろうと考えています。こういった動きを推進している国もあります。また、日本企業に関しましては、中には創業を国内に戻す、ないしは別の国へ移転させる、例えばベトナムやまた他の ASEAN 諸国に移転させることを考えているところもありますが、一方で中国での維持したい企業も多いです。というのも中国が魅力的な成長しているマーケットだからです。ですので、中国は必ずしも撤退したわけではないわけです。中国の拠点を維持しつつ、さまざまな場所にオペレーションを多角化しているわけです。サプライチェーンの短縮を図っている企業もあります。そうした方が管理をしやすいからでしょう。また企業が消費地で生産をすることによって生産地と消費地を結ぶコネクションの問題を回避しようとしているんじゃないかという考えもあります。また、労働節約型技術の導入もあります。例えばロボットです。そうすることによって、労働力を活用する必要がないわけです。人の移動の
問題が、感染病が発生した場合に起きうるからです。また企業の中には特注部品から汎用部品へと切り替えている、切り替えるところもあります。そうすることによって、より簡易に供給を図ることができます。また、企業の中には、在貿易からサービス貿易へと切り替えているところもあります。例えば、3D プリンティングで使われるようなデータの貿易です。そうすることによって、物理的な形でこれまでは部品を移転させていたのが、デジタルデータを移転させることによって、移動させることによって、部品をプリントするわけです。一方で政府はどうでしょうか。政府の中には企業の取り組みを支援しているところもあります。先ほど申したような、活動の調整を図る取り組みの支援です。例えば、国内投資促進の事業費補助金であったり、またサプライチェーン円化の支援を日本が行っております。講義の一環といたしまして、私のどのような形で戦略を企業が作るべきなのか、どのような形で政府は政策を作るべきなのかということについて述べたいと思います。この点について討議するにあたっては、いくつかの想定を行っていかなければならないでしょう。グローバル経済、もしくは地域経済が今後どのような方向性に進んでいくのかということについてです。まず前提として、非常に重要な影響を企業の政策、企業の方針やまた政府の政策に与えうるものといたしましては、自然災害があります。どれぐらいコロナが続くのか誰にも分かりません。失敗することはできないであろうと考えていらっしゃる方もいます。新たな伝染症も発生するかもしれません。気候変動も一つです。日本でも大型台風が来ております。そういった自然災害は、今後も私どもの元にやってくることが想定されます。もう一つは中国の台頭です。彼らは現世界制度への挑戦を図っています。深く実な内容でありますが、これ大変重要な要素として、グローバル経済にやまた世界の政治に影響を与えるでしょう。また米国第一主義も一つです。新大統領はどうなるのか、誰がなるのかまだ誰にも分かりませんが、トランプ大統領が再選された場合は、米国第一主義の政策の継続が見られるでしょう。でまた他国間によるガバナンス制度からの退却なども問題になるでしょう。でまた大統領が誰になろうが米中の覇権競争は今後も継続が見込まれます。でまた、国際経済秩序についてでありますが、おそらく多国間制度が WTO のもと非効果的なまま続くであろうことが想定されます。それに加えて急速な技術進歩が見込まれます。とりわけデジタル技術に関してです。こういったようなポイントについて私どもは念頭に置いておかなければなりません。その上で望ましい企業の戦略やまた政府の政策について考えねばならないわけです。それでは企業戦略について見ていきたいと思います。サプライチェーンの多元化と多様化、これはとても効果的です。不確実性に対応していくにあたっては多元化は基本的な戦略になると私は考えます。またサプライチェーン運営の改善も一つです。サプライチェーンは大変緻密な形で作られております。ですのでサプライチェーンの運営は簡単ではありません。しかしながらサプライチェーンを優れた形で運営することによって強靭化することも可能となります。そういったことを企業は行っていかねばなりません。そのためには
サプライチェーン情報ネットワークを設定し、そして維持し、そして適切な企業でを持って部品材料の調達や製品の販売を行っていくことが重要です。で、また労働節約型技術については先ほど触れました。また特注部品から汎用部品への切り替えについても同様です。また、再貿易からサービスの貿易への切り替えもしっかりです。それに加えて、企業はイノベーションの推進をしなければなりません。とりわけデジタル分野においてです。また、企業は人材育成を行う必要があります。新しい技術に長けた人材です。そういった点について企業は検討する必要が戦略を作っていくにあたって必要であると考えます。一方で政府に関してですが、まずはコロナのパンデミックを収束させていく必要があります。そのためには国際協調が大変重要になります。ただ、私どもが望んでいるほどの国際協調はあまり見られません。例えば不信であったり、また敵対などが見られるわけですが、この問題に対応していくにあたっては国際協調が必要です。また、政府はサプライチェーンの構築、多元化、強靭化の支援を企業に対して行っていかねばならないのではないでしょうか。政府ではなく企業が主体、メインが主体となるわけです。ですので政府は支援をする必要があります。例えば政府は例えば地域を支援することによって FDI の呼び込みを推進する。国にとってもまた各地域にとってもサプライチェーンに参画するにあたっては対内直接投資は肝要です。インドの例を挙げて後ほど触れたいと思います。また自由で開かれた透明性の高いルールに基づく貿易環境を設置する必要が財サービス、そしてまたデータの貿易において必要です。でまた国際ルールを設定する。例えば FTA、CPTPP、RCEP、APEC の枠組み G20、そして WTO を含めた枠組みを持って国際ルールを設定する必要があります。ビジネスがしやすい環境を作り上げることによって、しっかりとサプライチェーンが機能することができるようにするわけです。また、貿易の円滑化を推進し、非関税措置を撤廃していく必要もあります。ビジネス環境を安定、そして透明化し、そして自由で開かれたものとするにあたっては必要です。そのためには、国内で規制改革を行っていかねばなりません。というのも、国内規制改革なしに貿易の推進をフルに推進することはできないからです。とは言いまして、私は先ほど申しました通り、過度な政府による介入はよくありません。例えば今のような緊急事態はともかく、私どもが今見ていますのは政府の役割が非常に重要であるということが言えます。今は危機であるからです。しかしながら、この危機から脱した後には企業、政府は手を引き、そして民間部門ができる限り自由に活動ができるようにしなければなりません。この点については念頭に置くべきでしょう。また、包摂的な成長を達成することも、保護主義を回避するにあたっては必要です。過去10年から20年にわたって保護主義が見られてきたわけです。また、包摂的な成長を達成していくには、人材育成、中小企業の育成が重要です。これらが、については政府はできるでしょう。また政府は IT 分野やまた
医療分野において R&D の推進を行うことができます。それでは最後のポイントとしてインドについて触れたいと思います。もちろんのこと、インドは重要な役割を多くの側面で担っております。経済活動、政治、そして 国内の安全保障、そして国際安全保障においてです。なぜなのか、そしてインドが重要な国であります。鍵を握るわけです。自由で開かれたインド太平洋という概念を実現していくためには、これはこの地域を含め世界各地で今言われるようになった考え方であります。インドの外国直接投資ないしは貿易のパートナーについても、インドはその市場規模も大きいということ、そしてインドは豊富で有能な人材を誇っているということもありますし、またアフリカや中東方への玄関口でもあります。ですからこそインド太平洋というのは非常に重要な概念だと言われております。地政学的な面、あるいは地理経済的な面についてあまり深く突っ込んで触れませんでしたけれども、田中先生がおっしゃったように地政学的な視点というのは重要でありますし、そういう意味ではインドは重要な役割を果たしていると言えると思います。中国に対するある意味でのカウンターバランスとも言えるかと思うんです。それではインドがサプライチェーンにどう関わっていくべきなのか、RCEPへの参加というのは目先は無理だろうと思われますが、しかし努力は続けるべきでありましょう。インドをできる限りさまざまな活動に含めていくということ、関わり続けてもらうということ、我々から分離するのではなく、そういう努力は必要でしょう。また外国企業の直接投資を誘致すると、インドは積極的にやるべきでありましょう。インドは今良いチャンス、良い可能性に恵まれているかと思います。先ほども申し上げましたように、多くの企業がサプライチェーンの多元化を進めようとしている。そしてインドは一つの可能性ある国として考えられております。サプライチェーンの多元化を進める上で、で外国直接投資でありますけれども、これは対内直接投資のストックの GDP 比を見ております。インドは低い、日本はさらに低いんですけれども、インドもかなり低いと言えるでしょう。ということはまだまだ余地が大きい、改善の余地が大きいとも言えるわけです。それではインドがどのように外国直接投資を誘致するのか、これはビジネスのやりやすい環境を整備しなければなりませんし、開かれた貿易政策を作るということ、良きガバナンスを確立するということ、そしてインフラ整備をするということ、こういう問題や課題を克服していかなければなりません。ただ日本や ASEAN の国々など、この地域の他の国々もインドを助ける、そしてインドが参加できるようにしていく、インフラ整備を進め、ビジネス環境を整える手助けをすべきでありましょう。私の話は以上です。ご清聴感謝します。浦田教授、どうもありがとうございます。それではこれよりディスカッションに入りたいと思いますが、その前に一つお伝えしたいことがあります。もしご質問が浦田先生ないしは、討議の参加者の方々に対してある場合は、 Q&A の機能を活用することで質問を受け、することができます。このスクリーンの 下をご覧ください。下の方に Q&A というアイコンがあるかと思います。こちらを押していただきますと、ボックスが表示されますので、こちらに質問をタイプしていただければ
また送っていただければ後ほど対応することができます。ですので皆様の方がスピーカーの方々の話を聞きながらタイプしていただければと思います。それでは本日は2名の参加者、討議参加者の方に来ていただいております。まずは CSIS の経済学部長を務めていらっしゃいます、ダムリ、先生です。ダムリ先生ようこそ。そしてもう一人来ていただいておりますのが、ピタ・クドムランキット先生です。RSIS のマルチラテラリズムスタディセンターの副センター長を務めていらっしゃいます。准教授でいらっしゃいます。まずはダムリ先生にお願いしたいと思います。6、7分でお願いします。マイクのミュートを外していただいてご発言をお願いいたします。わかりました。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。まず感謝の念を表明したいと思います。 CSIS、GRIPS、そして RSIS に対しこのように私の意見を開陳する機会を与えていただいたということ、そして浦田先生の発表に続いてコメントさせていただく機会を得たことを感謝します。本当に包括的な、そして徹底したご発表をいただきました。洞察力に富んだ、またさまざまなデータについても示していただきました。サプライチェーンに対する新型コロナの影響についてお話をいただきました。さて新型コロナ、そしてサプライチェーンの影響について話をしているんですけれども、普通は2つの問題が考えられます。分析をするアナリストとか政策立案者からよく聞かれる点なんですけれども、1つはグローバルサプライチェーン、そしてグローバルバリューチェーンについてどうするのか、これは浦田先生からも今十分にお話を聞かせていただいたんですけれども、でおっしゃったことは私も同感であります。もっと柔軟性のある、そして多様性のある、多元化されたサプライチェーンが必要であるということはその通りであります。 ICT の助けを借りてより良い規制を敷くことによって、より柔軟性のある、より多元化されたグローバルサプライチェーンを構築することができるでありましょう。現在はあまりにも集約化しすぎた中国経済や中国での生産に依存しすぎるサプライチェーンになってしまっていますので、それからもう一つの問題を提起したいと思います。多くアナリスト、あるいはまた政策立案者からよく聞かれる問題提起なんですけれども、サプライチェーンをさらに国内回帰させる、企業に対し生産を国内に戻してもらうということ、すなわちサプライチェーンのその国の自国化するということで、パンデミックが将来起こったときにより備えを強化することができるだろうと、で、ナショナリゼーション、すなわち自国に戻すということについてですが、浦田先生からも話がありましたけれども、私なりの考えを披露しますと、再調整といいましょうか、サプライチェーンの再構築は絶対的に必要でありますけれども、私の言うところの自国化をもう一度進めるということ、国内回帰させるということ、これは良い選択肢ではないと私は思っております。なぜならば、まずグローバルバリューチェーンの現在の構造仕組みはもう多く経済発展にメリットをもたらしているということがあります。先進国だけではなく、さまざまな活動法は特に途上国にも
大きな影響を与えている大きく経済活動を増やす糧となっているということがあります。ということで再びそれを地獄化すると国内回帰させるということはこれを危うくしかねないと私は思っているからです。特に明確な指針といいましょうか、どこまでローカル化、現地化をやるべきかというガイドラインがないということがあります。製造部門は非常に今複雑な様相を呈している。もう一つの製品を作るのに何千もの部品、部材が必要である。どこまで国内回帰をさせるのか、国内で生産をするのか、なかなか分かりにくいということがあります。しかも国内経済にとってもコストがかかりすぎるということもあるでしょう。すべてのプロセスを国内で行うということにはコストが高くつきすぎるところがありますので、これはあまりいい選択肢とは言えないと思います。このようなナラティブ、このような考え方はまだまだ広く見られると思いますし、多くの政策立案者にも受け入れられている、そして国民一般にも受け入れられているかと思いますので、まず私が提起したい問題はこのことです。で、2つ目やはり提起したい点、これもよく議論される点ですけれども、新型コロナとグローバルバリューチェーンとの関連性について、生産拠点そして生産工程を他の国に移すということ、すなわち中国から他の国に移すということなんですけれども、端的に言えばこういう論調がよく多くの途上国でも聞かれます。例えば私の国インドネシアでも、ジョコ・ウィドド大統領がよくこういう発言をされております。国民との対話の中でも、あるいは閣議の中でもよく触れられます。これはもちろん目新しい考え方ではありませんが、いわゆる貿易紛争、米中の貿易戦争の中でもこういう考え方がまま聞かれたわけですが、浦田先生のご意見をぜひ伺いたいと思います。どのように再配分していくのか、中国から他に移すのか、これが本当に可能なのかどうかということと、どこまで踏み込むのかということです。もし可能だということならば、どのくらいの期間がかかるのか、中国から他に拠点を移すとするならば、どのくらいの時間がかかるのかということも含めてお考えを聞かせていただければと思います。で、もう一つ申し上げたいのは、中国から他の国に移すということになりますと、これは企業の決定、企業の事業増の決断ということになります。生産を中国から他の国に移すということは企業が決めることであります。浦田先生がすでにおっしゃったように、中国はまだまだ大きな、また魅力的な市場であり続けています。ということで、労働者とか生産拠点の施設といっても、だからこそ中国が一大拠点になっているわけです。ですから企業の決定がどこまで中国から他に移すということにつながるのか、それは企業のさまざまな損得の計算に基づいて行われる決定になるかと思うんですけれども、それから次に提起したいのはテクノロジー、技術についてがあります。すでに浦田先生の方からもお話がありました。今新しく出てきている技術を使ってグローバルサプライチェーンの多元化は可能になるというお話がありました。私も同感です。ただどの国を選ぶのか
目的地として中国から離れるとするならば、どの国にするのか、あの選別にも関わってくると思うんです。テクノロジーというのはコストがかかります。で、蓄積するのも時間がかかりますし、コストもかかります。しかも技能も必要です。多くの途上国にとっては新しい技能を労働者に身につけさせなければならないということにもなります。ですから技術について改善をする、向上する、より良い技術の発展を可能にできるような国というのがおそらく選ばれるだろうと思います。以上です。それでは次にピーター・エクド・ムランキット先生お願いいたします。どうもありがとうございます。私からも浦田先生にとても資産に富むプレゼンテーションいただきましてお礼申し上げたいと思います。パンデミックによってどのような形で地域だけでなく地域のサプライチェーンが分断されてしまったのか、そしてサプライショック、そしてデマンドショックについても触れられました。また政府やまた企業がどのように対応することがこのクライシスにおいて中長期的にまた短期的にもできるのかということについても触れられました。とりわけ先ほどおっしゃっていた企業や政府がどのような形で包摂的な、またサステイナブルな成長を達成することができるのかというところが良かったと思います。包摂的な、また持続的なという要素がいくつかの、この、例えば、例えば ASEAN 経済共同体などについての枠組みについても含まれているからであります。これについても目標として含まれているからです。またパンデミックによってでサプライチェーンの仕組みがまたビジネスのやり方が完全に変わってしまったという話でありましたが、企業だけでなくまた政府によりましてもしっかりと備えを新しい環境に対して行っていくことが重要です。例えば企業はサプライチェーンの多元化を図っていかなければいけませんし、でまた技術を取り込んで、そして AI を生産工程に取り込んでいかなければいけません。また人材育成も必要です。必要な技術を育成して、そして、未来に備えていかなければいけません。また一方で政府について、先ほどおっしゃった通り、企業を支援し、そしてとりわけ中小企業を支援することによってサプライチェーンの構築を推進する必要があります。また政府は透明な経済的なルールが、を推進していくことも必要です。また APEC やまた STEP などです。そうでなければ保護主義であったりから避けることはできなくなってしまうからです。もう一つ、とてもいいなと思ったところがあります。それは過度な政府の介入について警告されたからです。産業政策の一環としてです。この点につきましては、どうやって政策を作っていくのかと、経済の繁栄だけでなく、産業への介入をどのように避けるのかということについてです。先ほどおっしゃった通り、結果的、最終的には政府は民間部門に任せなければならないという点については、サプライチェーンを運営していくにあたってその通りだと私も思います。でまた、先ほどインドもサプライチェーンに組み込むべきであるということ、とても良かったと思います。こういった 国は大きなポテンシャルもあります。インドを入れることによって多元化にもつながります。そこでいくつかお伺いしたいことがあります。これは討議を先ほどプレゼンテーション触れられた内容について討議を促すためのものなんですけれども、まず一つ目は日本の企業を中国から移転させるということについてです。先ほど触れられた通り、日本政府は現在助成金を持って企業の中国からの移転を推進しているわけですが、何か例えばどれぐらいの数の日本企業が中国から移転を考えているのか、データをお持ちでしょうか。例えば大きな日本の企業のサプライチェーンの再構築が今後助成金によって起こりうるのかということについて関心があるからお聞きしたいと考えています。もう一つは地政学的な内容です。先ほどおっしゃっていた米中の対峙についてありますけれども、
米中の分断の可能性について、とりわけ 5G の技術の分野についてお伺いできればと思います。米国はフロンティアアクトという法案が出てきております。こちらの法案によって米国が中国と 5G の分野で対峙することにつながることになるわけでありますけれども、どれぐらい米中の技術分野における分断は起こりうる可能性があるのかということについてお伺いしたいと思います。分断が起きるのであれば、どのようにしてこの環境に地域は対応するべきでしょうか。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ダムリーさん、そしてピターハ・ドゥムロンティックさん、ありがとうございます。浦田先生の方からお答えをいただけますでしょうか。ジョセとカレンには感謝をいたします。非常に有益なご意見を頂戴しました。それではできる限りその全てにお答えをしたいと思います。非常にサプライチェーンの再配分といいましょうか、国内回帰に向けていく、私が強調したのは多元化の重要性であります。国内回帰ということは必ずしも多元化には結びつかないということがあります。確かダムリーさんだったかカレンさんだったかおっしゃったかと思うんですけども、日本政府が補助金を与えている日本企業に対して国内回帰を奨励しているということをおっしゃったかと思うんですが、私はこれは良い政策だとは正直に申し上げると思いません。と言いますのも、必要なのは多元化だということです。国内回帰ということになりますと、生産を一箇所に、あるいは一つの国に集約させるということ、これはリスクにさらされる可能性が増えるということになります。日本の場合には大震災もありましたし、東日本大震災という例もありましたし、ですから国内回帰ということが生産活動や企業の活動を集約化させるということなら、私はこれは支持できません。それが私が申し上げたい1点目です。多元化というのはちょっと繰り返しになるかと思うんですが、企業が取るべき戦略だと思います。可能性のあるリスクへの対処策として多元化こそ目指すべき戦略であります。でサプライチェーンの多元化の一つのやり方としては、サプライチェーンの再配分を行っていくということ、そういう意味では政府が支援をするということには賛成です。企業の活動に対して支援策を打ち出すということ、これは多元化に結びつきますので私も賛成です。ただ補助金というのはちょっと異なる問題があります。支援策というのはさまざまなやり方があると思います。情報提供するということはより中立的ではあるかと思うんですが、経済学者の目からすると補助金が最善の方とは言えないと思います。というのも、補助金を出すということは政府は納税者のお金を使う、それによって企業の活動を助けるということになりますので、企業に対して何か不確実性にぶつかっている公的なリスクがあると、国に多大なる影響を与えるということになれば補助金を出すのも正当化できると思うんですが、そうでなければ補助金を出すというのは政府にとって本当に最善策なのかどうか十分に検討すべきだと思います。企業法に多元化を進める上で、さて技術
テクノロジーの問題が提起されました。これは大事な点です。サプライチェーンというのは、技術を移転する良い術だと思います。親会社から子会社に技術を移転する。あるいは多国籍企業が地元、地場の企業に技術を移転する上でサプライチェーンは重要な役割を果たしていると思います。一つの国から別の国に技術を移転させるという意味では、しかしながら技術移転を活用する、その恩恵を活用するためには受ける側の企業も受けた技術を効果的に駆使できるように能力を持っていなければなりません。ということで、受け入れ国の政府も何らかの支援策を地場企業に与える必要があるかと思います。技術を自らの事業の中に同化させていくために、ただ繰り返しになりますけれども、経済成長を目指す上で技術は重要です。次にカレンが提起された問題に触れたいと思います。日本の企業が日本政府の支援によって中国から他の国に投資を向けていくということについてですけれども、これはちょっと慎重に考えなければならないと思います。中国で事業を展開する企業から企業について補助金を与えることによって中国から離れて国内に回帰をするということ、だからといって必ずしも中国から完全に撤退するというわけではないと思います。日本政府はもちろんサプライチェーンの強化ということに関心を持っているわけです。ということで、国内回帰も一つの方法だと考えておりますが、もう一つの目的は日本経済の景気回復ということもあります。日本経済はかなり成長が鈍化している、しかも今難しい状況にあるということで、活性化するためにも政府は国内会議を促そうとしているということがあります。それも補助金の目的だと思います。ただ重ねて言うならば、これは公にはあまり知られてないと思うんですけれども、何社が補助金を受けたのか、あるいは受けるのか、受ける予定になっているのか、国内回帰のために、そういうデータは公表されてないと思いますが、もしデータがあればカレンさんに後ほど送りたいと思います。デカップリングの問題、これは非常に厄介な問題です。私が見る限り 5G とかハイテクの問題についてアメリカは非常にナーバスになっている。で、日本もアメリカと歩調を合わせようとしているということがあります。デカップリングをするのかしないのか、2つの切り口から見ることができると思うんです。ハイテクについてはデカップリングが起こる、大統領が誰になろうとデカップリングは起こると私は見ています。ただデカップリングは必ずしもハイテクではない分野ではやる必要がないと、もしそれでもデカップリングが行われてしまうということになりますと、望ましい分業体制とは言えないかもしれません。以上です。Now turn to panelists who are on the screen. それではスクリーンに表示されておりますパネリストの方にお話、マイクを移したいと思います。質問がある場合は手を挙げていただければと思います。皆様の声は、画面に映っておりますので、物理的に手を挙げていただければと思います。何か質問などがある場合は20分しかないということもありますので、その点もご考慮いただければと思います。パネリストの方の中でどなたかご質問がある方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。はい、清水先生よろしくお願いします。浦田先生どうもありがとうございます。私は九州大学の清水です。私からお伺いしたいのは、
RCEP についてであります。こちらは、この太平洋地域、アジア太平洋地域におけますサプライチェーンに影響があるわけですけれども、RCEP は、太平洋地域におきまして、サプライチェーンをとりわけコロナ後の世界におきまして推進することにつなげることができると思いますが、RCEP についてお伺いしたいと思います。まずは RCEP を署名することを次の11月のサミットで可能であるとお考えでしょうか。そして2つ目、RCEP は16カ国ということでインドの署名も考えられるでしょうか。それともインドなしの16となるでしょうか。そして RCEP によってインド太平洋やまたサプライチェーンに利益をもたらすでしょうか。 RCEP に15カ国が署名する、つまりインドが参加しない場合はインド太平洋地域のサプライチェーンにとって利益をもたらすことができるでしょうか。とりわけコロナ後についてお伺いできればと思います。道下先生、私の方でお答えした方がよろしいでしょうか。よろしければ質問をまとめさせていただければと思います。イアワンさんの方からもチャットで質問をいただいたわけですけれども、繰り返していただけるでしょうか。2つのうち1つ選んでいただけると助かります。はい、わかりました。道下先生、どうもありがとうございます。また浦田先生、包括的にプレゼンテーションいただきます。どうもありがとうございます。浦田先生に、このグローバルトレードについてお伺いしたいと思います。パンデミックによって多くの企業が国内回帰をしておると、そして労働節約型の技術を導入しているということでしたけれども、とりわけ、この労働者の移動との絡みの中で、どのようにグローバル経済がなるのかということについてお伺いできればと思います。で、またインドネシア政府はどう対応すべきでしょうか。ありがとうございました。他に何か質問があるでしょうか。もしないということでありましたら、浦田教授に返答いただければと思います。どうもありがとうございます。清水先生、ご質問いただきましてありがとうございます。RCEPは、私が主に新聞から得た情報によりますと、今、一時的に討議が行われているわけですけれども、残りの15国はおそらく合意に今年の11月になるのではないかということが言われております。そういったようなことは起きうるのではないかと考えています。もちろんのこと、インドなしになってしまいますと、利益、得られる利益は少なくなることは把握されているわけですけれども、ここで考えねばならないのは、インドやまた他の15カ国、とりわけ日本やまた ASEAN 諸国はどうすれば、サプライチェーンをセットアップするにあたって、これらの国々をつなげられるのかということを考えねばなりません。日本と ASEAN、それが、それぞれ EPA をインドと結ぶと、ASEAN と日本にとっては、そういった FTA をアップグレードし、そしてそうすることによって IT やまた、電商業取引を網羅していくことが必要になるかと思います。実務的にはそういった協調、協力、もしくは FTA のアップグレードを行うことができれば、サプライチェーンの発展に貢献するかと思います。RCEPはもちろんのこと理想的ですが、RCEPがどうなろうが既存の枠組みを活用することができるかと思うんです。既存のものをアップグレードするということです。そういったことをそれぞれの国々がすべきではないでしょうか。また残りの15カ国は、今後も彼らの活動にインドを関与させ続けなければいけません。
例えばアリアという組織があります。こちらは ASEAN プラス6の国々、インドも含めた国々に対応した組織であります。アリアだけでなく他の活動にもインドは取り関与しているわけですけれども、そうしたことを通じてインドが必ず私どもの近いところにいるようにしているわけです。そういった戦略を私どもは設置し、そして推進していくということが、インドとの関与という流れの中でサプライチェーンを考えるにあたって必要かと思います。あともう一つは労働節約技術についての話でしたでしょうか。よく聞こえなかったんですけれども、労働節約技術についてのご質問であったということでありましたら、栗山さん、労働節約技術についての質問だったでしょうか。私はそういった労働節約技術、労働節約施設を入れることによってどういったような影響がグローバル貿易に出るのか、そしてとりわけインドネシア政府は労働力を外国へ輸出していくいるわけですので、どのように対応するべきなのかを教えていただければと。はい、この財とサービスというのはさまざまな形態をとっている。データの貿易というのはもちろんのこと、サービス貿易の一つでありますが、これも拡大していくことはデジタル化もありますので明らかです。ただここで言われている質問というのは、その労働が関与している、とりわけ手作業、修行の結果関わるものについて触れられているのかと思います。その中程度の熟練技術が伴う仕事、そういったタスクは、機械によって、ロボット、例えばロボットによって置き換えられるであろうということが言われています。ただ、手作業で行うような仕事、もしくは熟練技術を必要としないものについては、今後も残るということが言われております。もしその通りになるのであれば、そういった、労働者を多く抱える国々はジョブのチャンスを失うことを懸念する必要はないかと思います。そういった労働集約型の仕事というものが今後も維持され、ロボットによって取り替えられることはないということです。しかしどうは言ってもコロナのパンデミック、また感染症によって労働力の移動が難しくなってしまいました。そういった課題に労働力の輸出を行っている国々は対応していかねばなりません。つまり異なる類の問題であって対応していかなければいけないことを意味するわけですけれども、ロボットによって熟練技術を必要としない仕事の機会、こういったようなものについてはできると考えております。ありがとうございました。浦田教授、ありがとうございました。多くの質問が視聴者から出ていますので、視聴者の質問を取り上げたいと思います。最初の質問は、スクリーンで質問が見えますか？日本語と英語で出ていますか？じゃあ読み上げましょう。質問は DG ペインからです。今の危機や不透明性によって国々の比較優位をどう変えるでしょうか。途上国の政府はそのためにどういう備えをすべきでしょうか。
浦田先生から答えをお願いします。なかなか難しい質問ですね。ちょっと試験を受けているような気になりますが、不確実性によって比較優位がどう変わるのか、比較優位についてですが、経済学者の目から見るならば、技能、集約型派の生産とか、あるいは技能をあまり必要としない生産に関しての比較優位ということをいろいろ議論するわけですが、これは先ほども議論した労働ということに関わってくるかと思うんですが、比較優位のパターンですけれども、それほどは変わらないと思います。これは熟練労働と未熟練労働の話をするならば、しかしながらそれを申し上げた上で、我々は積極的にイノベーションなどが進んでいくだろうということを考えますと、比較優位のパターンは変わってくるかもしれません。というのも、多くの研究者や技術者を抱えている国はより大きな優位を持つと思うんです。例えばハイテク製品の生産については。しかしながら、こういった人材がいない国は以前と変わらずというところにとどまってしまうということで、ハイテク人材の豊富な国とそれほどいない国の間では格差が出てくるということです。これは一つ言えることだと思うんですが、それが人の移動が制限される、制約されるということに本当に関わっているのかどうかはよく分かりません。比較優位のパターンはそういう意味ではより大きくなるだろうと思うんです。ハイテクの競争力を持つ国と持たない国、ローテクの国の間の格差はさらに広がるだろうと思います。じゃあ、積極的にイノベーションを推進する上で政府が何をやるべきなのか、私も強調してきたんですが、人材育成、能力構築を支援していくということです。ハイテクの進歩に追いついていくために、しかもこういった新しい技術を使いこなせる人材を育てる必要がありますので、政府はやはり支援策を打ち出すべきでしょう。教育、訓練、人材育成、こういった基礎的なところに力を入れるべきでしょう。私の答えは以上です。どうもありがとうございます。次は千葉明さんからの質問です。浦田先生もしくは、他の、討議参加者の方々に答えていただいても構わないということなんですけれども、今後サプライチェーンの多元化が、このロジスティックス、そして生産がコロナによって混乱が起きるという恐怖のもと行われるのであれば、インドやまた特定の東南アジア諸国に投資を行うのは合理的ではないと。中国と比べてもこういった国々はコロナが広がっているわけであり、今後他のパンデミックによっても影響を受ける可能性があります。こちらはどちらかというと地理経済的なところから来ている動きなのでしょうか。他の私が触れたかったポイントというのはスライドに触れました通り、まず政府はこのコロナ禍を収束させねばならないということです。それがまずは
大事な課題と言えます。そしてこれを収束させた後はもちろんのこと、インドは大変魅力的なサプライチェーンの国となるでしょう。先ほど触れた理由の通りです。インドにはたくさんの優秀な人材もありますし、大きな市場も存在します。ですのでこのコメントがおっしゃる通り、コロナというのは対応するにあたっては重要な問題であると私は思います。ただ成功裏にこの問題にを解決することができた暁には、多元化を図っていくにあたってはインドは大変魅力的な場所であると考えます。パネリストの方々からどんなコメントあるでしょうか。討議参加者の方々の中で何か返答されたいという方いらっしゃいますか。私の方からもいいですか。タムリ先生、この質問は一つ重要なポイントについて触れているかと思うのです。どこに行くのであるのかということではなく、どのように多元化を図っていくのか、そしてどのように分散させていくのかということです。移転させるにあたってはもちろんのこと、ビジネス上の計算も必要になるでしょう。利益、そしてリスクがバランスが取れていなければならないわけです。東南アジアは同様の経済構造を持っているということもありますので、インドもそうですが、いいオプションになるかと思います。リスク分散化を図っていくことによってリスクを下げることができるかと思います。カレンさんの方からはいかがでしょうか。ありがとうございます。先ほど浦田先生とダムリ先生がおっしゃったことは繰り返したくないですけれども、やはり今どこに投資をするべきなのかを考えるのは大変だと思います。まだコロナも収束しておりませんし、多くの国々が第2波に直面するかもしれないからです。どのようにお答えするのがベストなのかは分かりませんけれども、政府にとってはコロナを収束させるということがとても重要だと私は思います。そうすることによって再開を促すこと、加速化させることができるだけでなく、政府は効果的に物事に取り組むことができるのだということを示すことができるかと思うんです。世界に対して自分たちの国々はしっかりと資源を投入することによって、さまざまな省庁を連動させて対応していくことができるということを示すことができれば、ビジネスコミュニティに対してもこの政府は効果的にやるべきことをやることができるということを示すことができるかと思うので、それによって信頼が醸成され、そしてビジネスコンフィデンスが高まり、そしてビジネス上サプライチェーンをその国に多元化させようという決定につながるかと思うんです。どうもありがとうございます。また最後に一つ、グリップスの学生から質問が来ております。この方はインドの方だと思います。ちょっと質問を読み上げたいと思います。何かご意見はありませんか？どのように確実にインド法がインド太平洋サプライチェーンにつながるがるためには、すなわちインドをどう説得すべきなのか、彼らが何を行って外国直接投資を誘致すべきなのか、そして ESG といった場合何を意味しますか。すなわち ESG を一つの要素としてインドに投資を誘致していくためには、これ浦田先生へのご質問だと思いますが、はい、どうもありがとうございます。多くの国々、これは ASEAN の国々や日本も含めてでありますけれども、今努力をしてインドを説得しようとしているわけです。 RCEP に参加してもらえるように、
RCEP に参加することがインドにも利点をもたらすということ、経済成長をもたらすということを説得しようとしています。ASEAN各国、日中韓も多く貿易の自由化、あるいは直接投資の自由化派によって恩恵を受けてきたからです。何らかの理由によって、しかしながら政治的な理由かもしれませんが、インドは納得してないと、今のところそういう状況にあります。ですから我々は話をし続けなければならない、説得を続けなければならないと思います。でインドにも分かってもらうということです。どこまで恩恵を受けられるのか、サプライチェーンに参加することによって利点があるのか、インドにとっても得になるということを納得してもらわなければなりません。直接投資を呼び込むことが、それか唯一とは言いませんけれども数少ない方法ではないかと思います。インドを説得して参加してもらうためには、すなわち利点メリットを見せていく、説明していくということです。 RCEP に参加することのメリットについて、 ESG、この環境社会ガバナンスの略譜でありますけれども、非常に重要な問題分野であります。投資家にとっても ESG 環境社会ガバナンス、これがキーワードとなっているわけです。投資家にとっても投資をするのかどうか決める際に、どの国に投資をするのか、魅力がある直接投資先だと評価するのか、 ESG というのは重要な要素ですので、ですからこそ ESG ということを挙げたわけです。インドもやはりこの点をよく理解しなければなりません。外国企業、とりわけ多国籍企業は重要なプレイヤーですので、サプライチェーンの中で ESG ということを考慮しているということ、インドにもなぜ参加するのが重要なのか、やはり説得を続けるべきでしょう。それが私のお答えになるかと思います。重要な質問をいただきましてありがとうございます。We are running out of time, so we 時間が迫っております。ですのでここで終えなければなりません。ただ最後になんですけれども、ぜひとも木村先生から共有いただいた記事をお読みいただければと思います。新聞の私どもで本日お話をしたテーマに関連する記事を紹介いただきましたので、下のチャットボタンを押していただきますとチャットボックスが開きます。そちらに2つリンクが紹介されております。2つとも同じ記事につながっているかと思いますので、記事は1つということになるかと思いますが、後ほど読んでいただければ幸いです。本日のウェビナーは録画がされておりますので、後々グリップスの YouTube チャンネルで掲載する予定です。皆様のご友人や同僚の中で参加することができなかった方がいらっしゃいましたら、情報を共有ください。皆様、どうもありがとうございます。浦田先生、大変資産に富むお話をいただきました。どうもありがとうございます。ダムリ先生、そしてピタ・ダムランキット先生もコメントいただきました。どうもありがとうございます。でまた本日はご参加いただきまして皆様どうもありがとうございます。次回のウェビナーでお会いすることができるのを楽しみにしております。ありがとうございました。Thank you.